市民共同のまちづくりをテーマに、さまざまな情報をお伝えするまちづくり通信をお送りします。はじめに公募提案型市民共同事業についてご紹介します。公立大学法人富山県立大学が提案するローカル SDGs に向けた制服循環システムの構築では、使用されなくなった制服類を回収して新たに使用したい方に譲渡する制服循環システムの構築を推進しています。10月6日に開催された射水市環境と暮らしフェアでは、リユース制服譲渡会が実施されました。まだまだ資源として利用できる制服をリユースする環境に優しい取り組みです。制服の回収ボックスは射水市役所本庁舎1階に設置しています。制服のリユースにぜひご協力をお願いします。次に、若い目子ども音楽コンクール実行委員会提案の若い目子ども音楽コンクールをご紹介します。音楽への意欲・関心を高め、生涯にわたり音楽に親しんでいく機会を促進し、人材育成・人材発掘に取り組む事業として、10月6日アイザック小杉文化ホールラポールにて若い目子ども音楽コンクールが開催されました。市内外から75名の小中学生が参加し、ピアノと歌唱の部門に分かれて行われました。参加者はクラシック曲や童謡など練習の成果を披露しました。続いて、射水まちづくりプラットフォームまちプラのご紹介です。まちづくり活動の現場を体験する機会を提供し、市民にまちづくりへの理解や関心を深めていただくまちプラの第2回を9月28日に実施しました。第2回は、優れた左官技術から生み出された固定を中心に、町の成り立ちや名所を巡りながらまちづくりについて学びました。当日は観光ボランティアグループつつじの会による観光案内のもと、町中の各所に設置された固定看板や竹内玄三記念館などの名所を巡りました。小杉地区内では歴史ある固定文化を大切に保存するとともに、お店や施設の看板にも固定を使うなど、地域を盛り上げる取り組みがされていました。最後に、まちづくりに役立つ知識やスキルを実践的に学ぶ射水まちづくりセミナーの開催についてお知らせします。第2回のテーマは、避難所運営ゲームハグ、避難所の開設と運営を体験しようです。避難所の運営を任された立場となり、さまざまな事情を抱えた避難者が殺到する状況を模擬体験し、地域の防災について考えます。勤労感謝の日の11月23日土曜日午後1時30分から、会場は甲州派文化ホール3階の第3研修室で実施します。参加費は無料で、誰でも参加できるセミナーです。なお、参加には事前の申し込みが必要になります。お問い合わせは電話番号 0766-54-0526 射水まちづくりネットワークへお願いします。まちづくり通信をお送りしました。